皆さん、こんにちは。フォーサイト専任講師の五十嵐です。今回はですね、行政法を読む行政事件訴訟法の第8条から第10条をですね、見ていきたいと思います。この第8条からはですね、第2章広告訴訟の第1節取り消し訴訟という項目になってきますで。まずこの第2章の広告訴訟なんですが、取り消し訴訟がですね、重点的に規定されていて、 その後にですね、その他の広告訴訟ということで、取消し訴訟がですね中心に規定されております。いわゆる取消し訴訟中心主義といわれている形でですね、この条文が規定されているところを確認していただければと思います。では早速ですね、第1章の取消訴訟ですね、8条から見ていきましょう。第8条、処分の取消しの訴えは、当該処分につき、法令の規定により審査請求をすることができる場合においても、 直ちに提起することを妨げないただし法律に当該処分についての審査請求に対する採決を得た後でなければ処分の取り消しの訴えを提起することができない旨の定めがあるときはこの限りでない。2項全項ただし書きの場合においても次の各号の1に該当するときは採決を得ないで処分の取り消しの訴えを提起することができる。 1>, 1号、審査請求があった日から3ヶ月を経過しても採決がないとき。2号、処分、処分の執行、または手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため、緊急の必要があるとき。3号、その他、採決を得ないことにつき、正当な理由があるとき。3号、第1項本文の場合において、 当該処分につき審査請求がされているときは、裁判所はその審査請求に対する採決があるまで、確保審査請求があった日から3ヶ月を経過しても採決がないときは、その期間を経過するまで、訴訟手続きを中止することができる。この第8条ですが、処分の取り消しの訴えと審査請求との関係という見出しになっております。 この第8条ですね、特に第1項が重要となっておりまして、まず本文ですね、処分の取り消しの訴えは、当該処分につき、法令の規定により審査請求をすることができる場合においても、直ちに提起することを妨げないというふうに規定されております。これはつまりどういうことかというと、この取り消し訴訟ですね、処分の取り消しの訴えは、審査請求をすることができる場合であっても、 この審査請求をすることなく、すぐに取り消し訴訟を提起することができるということがですね、本文で規定されております。これ、すなわちですね、本文で、いわゆる自由選択主義と言われることが規定されているということになります。で、例外として、ただし以降を見ていきましょう。法律に当該処分についての審査請求に対する採決を得た後でなければ、処分の取り消しの訴えを提起することができない旨の定めがあるときというふうにありますので、 いわゆる個別の法律でですね、この審査請求に対する採決をしないと取り消し訴訟ができないというような規定がある場合、いわゆる審査請求前置主義ですね、これが正し書きで定められているということになります。ですので、この8条1個で押さえていただきたいのは、原則は自由選択主義。つまり、審査請求をしてもいいし、取り消し訴訟を提起してもいい。ただし、例外として審査請求前置主義ですね。 これが規定されている場合は、ですね、先に審査請求をしなければなりませんよというところですね。ですので、この原則例外をしっかりと押さえてください。で2項ですね、全項正し書きの場合においてもというふうに書かれておりますので、審査請求前置主義、これがですね、取られている場合であっても、ですね、すぐに採決を得ないで取り消し訴訟を提起することができる場合というものが、ここで3つ規定されております。 で、ここちょっと細かい知識ですので、この3つまではですね、押さえていただかなくてもおそらく大丈夫かなというふうに思いますので、2項に関しては皆さんの方で確認しておいていただければと思います。念のため3項ですね、ちょっと軽く見ておきますが、第1項本文の場合、すなわち自由選択主義を取った場合ですね、で、この場合に審査請求がされているケースというものがですね、ここで想定されております。で、すでに審査請求をしているんだけれども、取り消し訴訟ですね、 提起するといったケースの場合裁判所は審査請求に対する採決これがあるまで訴訟手続きを中止することができるということがですね規定されておりますで括弧書きの中ですね3ヶ月を経過しても採決がされないというときは3ヶ月を経過したらですね訴訟手続きを再開するというようなことになりますのでまあ、ここもですねあまり試験では通れないと思いますが一応ざっと見ておいていただければと思います では続いて9条ですね。見ていきましょう。第9条。処分の取り消しの訴え及び採決の取り消しの訴え、かっこ以下取り消し訴訟というは、当該処分または採決の取り消しを求めるにつき、法律上の利益を有するもの、かっこ処分または採決の効果が期間の経過、その他の理由によりなくなった後においてもなお、処分または 裁決の取り消しによって回復すべき法律上の利益を有するものを含むに限り提起することができる。二項、裁判所は処分または採決の相手方以外のものについて全項に規定する法律上の利益の有無を判断するにあたっては当該処分または採決の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく当該法令の趣旨及び目的並びに 当該処分において考考慮慮されるるべき利益のの内容及び性質を考慮するものとするこの場合において当該法令の趣旨および目的を考慮するにあたっては当該法令と目的を共通にする関係法令がある時はその趣旨および目的をも三尺するものとし当該利益の内容および性質を考慮するにあたっては当該処分または採決が その根拠となる法令に違反してされた場合に、害されることとなる利益の内容及び性質、並びに、これが害される対応及び程度をも勘案するものとする。この第9条ですね、原告適格について規定された条文となっております。皆さん、条文についてはですね、大変有名な条文ですので、押さえていらっしゃるかと思うんですが、ちょっと長くなっております。押さえておいていただきたいポイントですね、まず1項ですが、 この取消し訴訟においては、ですね、法律上の利益を有するもの、この法律上の利益を有するものがです、ね、取消し訴訟を提起することができるということが規定されている点になります。この法律上の利益を有するものですね、この言葉だけまず押さえておいていただければと思います。から2項ですね、まあ、ちょっと長くなっておりますが、この赤字でですね、ちょっと強調してある部分ですね、ここがですね、過去問で。 実は、多種選択式というか、穴埋め問題でですね、出題されておりますので、こういった問題がですね、過去に出題されたということで、赤字の部分ですね、ここをですね、押さえておいていただければと思います。で、原告的確に関しては、ですね、有名な判例がですね、多数出ておりますので、判例を中心にですね、押さえておいていただければと思います。では、続いて第10条ですね、見ていきましょう。第10条、取消訴訟においては、 事故の法律上の利益に関係のない違法を理由として取り消しを求めることができない。2項処分の取り消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した採決の取り消しの訴え等を提起することができる場合には採決の取り消しの訴えにおいては処分の違法を理由として取り消しを求めることができない。この第10条は取り消しの理由の制限という見出しになっておりますがこの10条もですね 極めてて重要なな条文となっておりますでまず1項ですね、事故の法律上の利益に関係のない違法を理由として取り消しを求めることができないということですね。例えばですね、9条で原告適格は認められたんだけれども、実際の訴訟の中ですね、法案審理の中で、この事故の法律上の利益に関係のない違法ですね理由として主張はすることができないので、原告適格、せっかく認められたけれども、本案の中でですね、 主張が認められずに請求棄却になったというケースですね、多数あります。有名な判例としてですね、新潟空港判決ですね、これをですね、押さえておいていただければというふうに思います。詳細はですね、テキスト等で確認をいただければと思います。それから2項ですね、2項も極めて重要な条文となっておりまして、いわゆる原処分主義ということがですね、この2項で定められております。どういった内容かといいますと、この処分の取り消しの訴え、 それから審査請求を棄却したですね採決の取り消しの訴え等をです、ねまあ、両方提起することができる場合なんですが、この採決の取り消しの訴えに関しては、処分の違法理由として取り消しを求めることができない、すなわち採決の取り消し訴訟に関しては、この原処分の違法をです、ね、主張することができないというのが、ですねこの原処分主義ということで定められております。例外に関しては採決主義と呼ばれているものがございまして、この採決主義というのはですね、 いわゆる原処分の取り消し訴訟をですね、提起することができないことが個別法で規定されている場合、この場合はですね、もう採決の取り消し訴訟をするしかありませんので、採決の取り消し訴訟の中で原処分の違法もですね、主張することができるということになります。これ、採決主義というのはですね、あくまで例外というふうになりますので、この十条二項を根拠として、行政事件訴訟法は原処分主義をですね原則として規定しているんだというところをですね、押さえておいていただければと思います。 では、8条から10条までですね、見てまいりましたが、ここの条文ですね、3つともかなり重要となっております。まず8条ですね、自由選択主義と、それから審査請求全主義ですね。この原則例外、必ず抑えるようにしてください。9条はですね、いわゆる原告的確、非常に有名な条文になっておりますけれども、1項のですね、法律上の利益を有する者が原告的確を有するというところと、2項はですね、 いわゆる空欄補充で問われておりますので、過去も皆さんしっかりチェックしてください。から10条ですね。1項、2項ともにですね、極めて重要ということになりますので、両方ですかね。1項は事故の利益に関係のない違法はですね、主張できませんよというところ、それから2項は原処分主義、これを規定しておりますので、この3条すべて重要ですので、しっかりと見ておいてください。それでは今回はこの辺りで失礼させていただきます。今回もご視聴いただきまして、ありがとうございました。